よし、ではではでは始めていきましょう。6月の14日八田ガラス大会始めていきます。お願いします。4名も集まってくれましたということで、今日はリーグ戦でやりたいと思います。よろしくお願いしますということで、じゃあ上からたたらぎさんとアンパンさん、第一試合お願いします。今日は、ジェット、シモ、シモ、コタロ、4人中2人がシモです。シモあんまり見たことないんで、ちょっと期待です。さあ 1P が、タタラギさんのジェット、2P がアンパンさん、シモ、タタラギさんはなんか毎回いろんなキャラを使ってくるんですが、今日はジェットと、対するアンパンさん、先ほどニトブラの予選も出てくださいました。ヤタガラスもご参加いただき大変ありがとうございます。ということで第1試合、さあカニパンが入って、さあ画面端、さあここはリープが当たって、さあガークラ圏内、さあとりあえず画面端を抜けて、まあ下段だったが音が目を食らってしまう。さあ下段刺さったが最終段が当たらず、さあカニパンが再び当たって、さあ飛びを潰して、まずはタタラギさんが1本、さあ第2ラウンド、さあ上り上り中段が入って、だが一発目を食らってしまう。ブロック。ブロブロ。さあ再び立ち回り戻って、空中先制したのはシモ。胴体空でちょっとずつダメージを与えていく。さあこのブローから、さあ勝ったのはタタラキさん。あ、今両手が捻挫してるから。あんた強いな。でも俺ほどじゃない。どうだろう。じゃあ次僕とフィオさんで、あ、お好きな方。あ、ゲームオーバー。俺の声が聞こえますか。それでは行ってみましょう。この試合一体どうなるか。ラウンド1、ファイト。ファイナルチャージ伸びますが、ファイナルチャージ
ボタン押すと投げたくだからね。このまま触れ続けよう。モラルや倫理は物が心で律すもの。お分かりいただけますね。ゲームオーバー。じゃあ次僕とアンパンさんで。俺に任せてもらおう。それでは行ってみましょう。お姉さんと踊ろう。ラウンド1ファイト。さあいよいよ始まりました。ラウンド1ファイト。さあ触らずに成功して攻めていく。さあ気を取って触らずに。さあ5番目画面足で追い込んで。画面足で追い込んで。これ何これ。こいつ6人で相手を投げる。さあ投げる。投げ両手が捻挫してるから。モナムール、私はあなたの笑顔が欲しいのです。ゲームオーバー。はい、じゃあ次はじゃあタタラギさんとフィオさんでお願いします。さあ続いて出てくるはジェット対シモン。さあこの試合一体どうなるか。ラウンド1ファイト。ハイマックジャック。さあ大変なファーストアタックは空対空とステフィオさん。さあお見合い状態差し返している。投げもう一度投げ、スカッシュ投げが通って、ここはコパンで相打ち。さあ再びお互い距離を取って様子見。
シンポニーさん立ってこっちだこっちだ遅めのコーチプロっているスリープからしっかりつなげてなげは外すさあ最後は出し切ってまずはたたらぎさんのジェットさあ第2ラウンドこの差し上げはしっかり抜けるさあ隠れからしっかり入れたが拾ってさあここはきつい一発さあ投げているもう一度投げさあ上辺しっかりジャンプで受けていたここは強気質を追いちゃって投げで締めさあこれで1対1状況的にはゲージはたたらぎさん側がだいぶ有利な状態ですねさあ開幕カニパンそしてがここは使って投げさあこ少しずつダメージを取っていくしっかりと見ているさあここでカニパンが通る投げは抜けてさあブローを決めてさあこれ俺見たことねさあ勝ったのはたたらぎさんのジェットやっぱいい筋してるよ気に入ったぜ点灯を覚えてみないかあんたなら世界を狙えるじゃあ次はここやりましょうアンパンさんとフィオさん志望同キャラなんとこ、たたらぎさんが全勝なるほどそれでは行ってみましょうさあ、シモ同キャラさあ、サポートはゴッツガーデンえー、色の見分けがすごい難しいですねスタートの色で見分けた方がいいわめくりなのか何だろうか分かんねえよ ミートの方がリオさんスパッツの方がアンパンさんシンポエさんファーストプロテイン3段目はガードここは強キックが置いてある1本目アンパンさんのシモお互いゲージマックスここはちょっと当たってしまったゲージャンだったうまいさあ2段の襲ってポンポンポンめくりなのか何なのか分かんねえよポンポンやり返していくさあ投げの合戦が続いて最後投げ最後まで投げで締めてさあここでフィオさんもう1本取り返して最終ラウンドさあ相打ち兵お互い同じ行動投げが通ってあこれは見えないさあ2段目ガードこいつさあ完全にフィオさんのペースに入ってしまうから投げ返して裏さあしっかりとつなげてさ
か投げ、何2連動取っているが届かない。さあこれは結構わからなくなってきた。さあブロッケ入れ勝ったのはフィオさん。すいません、もう動かない。ゲームオーバー。長かったヤタガラス大会も最後の試合です。これで僕が勝てばもう一周しますということで、じゃあ僕とタタラギさんで最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ僕ワンピース。あ、どっちか喋りますちょっと実況とかはできそうもないんですけれども、からしっかり決めて、カタラキさんのデッドがまず1本。ラウンド2、2ラウンド目。空振りに長期まで。舞台空から赤ブロカラブに入ってタタラギさんのジェットがストレートで勝ちました。あんたってゲームオーバーということでタタラギさんが優勝です。何かありますか。あの今日は参加していただいて本当ありがとうございました。裏が予選なんで、 MM ランドの予選なんで、今日は本当に来てくださっただけでありがたいです。ありがとうございました。ということですね、今ヤタガラス今予選真っ只中で、当店は7月の5日にございますので、よかったらその時も遊びに来てください。今日はないんですけどバッジがもらえるんで、ぜひぜひ参加してください。ということで今日はこれにて終了となります。皆さんお疲れ様でした。